ブドウです。ごきげんよう皆様、ブドウです。ついに来てしまいました。今日はオペラシティ当日です。サマーピアノジャンクションというね、もう豪華なピアニストの方々と、まあ、僕も混ぜていただいてオペラシティでコンサート、その当日です。僕はね、今回オープニングピアニストということでトップバッターを務めさせていただきます。非常に楽しみです。それだけは確かです。じゃあ行ってみよう。ブドウです。すいません、あの12時からコンサートホールでリハーサルがあるんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。今ね、迷ってしまいまして、楽屋口は地下ということで行きます。行こう。ここだ、楽屋口。ワクワクするね。こんにちは。はい、リサイタルホール楽屋。コンサートどこ？あれ、ここだって。あ、こんにちは。あ、よろしくお願いします。ブドウとなんですけど、ね、あ、関さんお願いします。あ、藤本さんこんにちは。こんにちは。あ、すごいですね。ちょっと迷っちゃいました。ここが、はい、みんな自由に空いてたら入る。あ、はい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 、はい、うわ嬉しい。え、これ動画になっちゃう。あ、使わない方がいいですか。いや、とりあえずなんか回しとける部分は。あ、本当ですか。回しとこうかな。あ、すっごい、ありがとうございます。わ、ご飯もあったんだ。向井さん、お願いします。どうですか。あ、ヨネズさん、はじめまして。うわ、めっちゃイケメン。こんにちは。お願いします。今これ誰が弾いてるんですか。これは誰が弾いてるんですか。これは菊池くん。うわー、超うめえ。今2人で弾いてる。まだ2人で弾いてる。半端じゃねえな。うん、超うまいな。ブドウです。感動の楽屋が見て、ブドウブドウって書いてる。かー、ちょっと初めてでワクワクするんですけど。見て、超美味しそうなお弁当にお茶まで。楽しい、もう楽しい。頑張るさ。ブドウと言います。さすがに恐縮する。一応俺は聞いたことあるけど、一応ブドウのお名前の由来を教えてもらって。単純にブドウが好きだと。おもむろに登場するのが、あ、僕から。ブドウくんが弾いてるところにいたずらっ子4人組で行くパターン。有名なショパンの曲とか。うん、ブドウさん書く。本番もスタートしてるんでしたっけ。いや、まだなんか。新章始まる。いやいや、弾きすぎじゃないですか。大丈夫ですかね。え、新章も。今度、あの、新章の、新章が弾いてたら突然不審者が乱入する。え、いいですか。不審者がピアノをやったらこうやっていくの。不審者が。ブドウです。Thank you.
です。ブドウです。
さん、ブラボー。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。最高ですね。最高でした。なんか堂々たる演奏でした。お疲れ様でしょうか。ありがとうございます。菊池さん、勉強させていただきます。不審者同士よろしくお願いします。不審者同士。今度不審者同士動画撮りませんか。ぜひお願いします。はい、じゃあ決定いたしましたということで、お疲れ様でした。素晴らしい演奏ありがとうございました。めっちゃ良かったです。本当に良かったです。ブドウです。ブドウです。はい、ということでサマーピアノ
ジャンクション初めてのベラシティの舞台無事終演しました。ね、今回オープニングピアニストってことだったんですけど、あの米津さんと2台ピアノやらせていただいたり、最後はね革命をみんなでアンサンブルしたり、もう本当に楽しくて、ね、舞台裏でもいろんなアーティスト、いろんなスタッフさん、いろんな方とね、本当にいろんな刺激的なトークもできて、まあこれでアーティストとしてまた一段階ね進化成長するきっかけがねゲットできたかなと思います。まあまだまだこの夏僕の挑戦続くんで、引き続きねどしどしガンガン挑戦していきたいと思います。もう次の舞台はね楽しみです。それでは皆様ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆様良い夢を。バイバイ。